2010年5月13日第38回ニュルブルクリンク24時間耐久レースの予選が始まる。冬に戻ったかのような気温と厚い雲、時折霧雨が降る中、予選がスタート。現在4連勝中のマンタイレーシングはゼッケン1番ポルシェ GT3R で5連覇を狙う。Die Konkurrenz ist stärker geworden, sowie von Audi als auch von BMW. Aber das gibt uns nur noch mehr Ansporn, unser Bestes zu geben. Und dann wollen wir sehen, was am Sonntag um 3 Uhr nachmittags dabei rauskommt. 注目のウィリアムズ製フライホイール式ハイブリッドを搭載したポルシェ GT3R ハイブリッドは予選9位。昨年マンタイと激闘の末デビューウィンを逃したアウディは R8LMS をワークス5台、セミワークス2台の7台体制で必勝を誓う。 Was wir als Ziel haben, wir wollen Anerkennung nicht nur im Tourenwagensport, was Stunden- oder Sprintrennen sind, sondern auch mal bei einem Klassiker wie beim 24-Stunden-Rennen hier auf der Nordschleife einmal ganz oben zu stehen. Das ist unser Ziel.BMW は M3GT2 2台のあらゆるカテゴリーから一流のドライバーを集めた。フォルクスワーゲンは天然ガスを燃料とするシロッコを3台投入、環境エンジンでの新しい挑戦となる。 We are only running with gas, but we are running with the biogas. And with the biogas, we createminus 80% CO2. So we are very, very, very clean, and I think we have the cleanest car in the world for racing. 日本からも500台限定で発売されたスーパースポーツカーのレクサス LFA。 もはやニュルでは欠かせないスバルインプレッサ。日本のニュル挑戦の先駆けともいえるファルケンチームが挑んだ。ニュル村で育った女性ドライバーサビーネ・シュミッツは今年もポルシェで参戦。その他にも世界中からさまざまなマシンがニュルに集った。霧雨が続く悪天候に加え、チームワールドカーアワードは燃料系トラブルが発生、思うようにタイムアタックができない。4人目のドライバーは現役のレーシングドライバー松田秀志。僕はセーブしようと思ってますね。それは耐久レースすごく大事なことなんですよ。車に対しても厳しくなっちゃうし、でやっぱりそのみんな今どんどん乗れてきてるから、ここで誰かが抑えないと、とてつもなくどんどん行っちゃうんですよ。そうするととてつもなくやっぱりリスクが高くなってくるし、車に対しても厳しくなるし、やっぱり完走するってことは大事なことで、そこに焦点を合わせて、そこで僕は何しなきゃいけないかって考えたら、僕は頑張りすぎないことです。どうにかコースに出たものの174番手にとどまった。ニュルは決戦の日を迎えた。世界中から集まったファンは20万人以上。アイフェルの森の至る所に陣取り、静かにレースの幕開けを待っている。新たに名物となったグランドスタンド裏の複合ビルリンクベルクも観客でにぎわっている。スタート直前、この週初めての太陽が顔を出す。グリッドを埋め尽くす約200台のマシン、ドライバー、チームスタッフ。しかしチームワールドカーアワードはスタート直前になって燃料系のトラブルが再度発生。スタートドライバーを務める山内に焦りの色が見える。ちょっと2、3回ボンボンと吹かしてみてください。いい感じで吹けてると思います。
ようやくマシンはダミーグリッドへ。全ての準備は整った。動き出したみたいですね。はい、グッドラックです。はい、行ってきます。ドライバー、スタッフ、観客、全てのニュル村の住人の夢を乗せ、約200台のマシンが24時間後のゴールへ向かってスタートを切った。山内がステアリングを握るレクサス ISF もスタート。チームワールドカーアワードの24時間も始まった。満タイレーシングのカーナンバー1、ポルシェ GT3R がスタートでアウディ勢をごぼう抜きにし、予選の恨みを晴らすかのように早くもトップに立つ。